さあ始まりました2200年 TV。 今日は筋肉の持ち込み企画というふうに回ってますけれども、見てるみんな、あの俺のことディスりすぎて結構来てるよね。結構来てるんですよ、これ。はいはいはい、今まであの慣れてなかっただけで、うん、だん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 成長してんだよっていうところを見てもらいたい。はいはいはい、だから、うん、俺一人でグルメリポート行ってきました。あ、もう行ってるんだ。もう行ったんですよ、内緒で。あら、なかなかいいのができた。なかなかいいの、いいの仕上がったと。いいの仕上がったんですよ。じゃあ、見てみますか。じゃあ、見よう。行きますか。見よう。じゃあ、VTR、いただきます。食べてきたんでしょ。何、過去の企画や視聴者さんからのコメントで最近目立ってきている筋肉へのダメ出し。そこで今回はトーク力向上のためグルメリポートに挑戦してきたぞ。グルメリポートで重要なポイントがこの3つ。ちゃんとできたのか。さあやってまいりました、ここ千川、今何時だっけ。18時。俺もう10時間ぐらい食べてないですよ、今日の食レポ楽しみにして。だからね、早速行ってみたいと思います。今日は何を食べるんだい。忘れた。今日はあの牛丼だよ。あ、牛丼、牛丼だい。今日はあれだ、筋肉マンだ。こっち見なくていいから。筋肉マン、マンタロウ。筋肉マンの情報とかいらないでしょ。筋肉マンの好きなやつ。筋肉マン知ってます。スッチーさん知ってます。筋肉、牛丼好き。あ、そう、ここ取りすぎるところだった。デニーズキッチンって言うんですよ。で、ここであの特上の牛丼が食べれるということで行ってみましょう。今回やってきたのは東京調布市の千川駅から徒歩4分のところにあるジェニーズキッチン。ダーツ好きの店長さんが14年前にオープンしたこちらのお店では、ダーツの大会も行われるなど、飲んで遊んで楽しい時間を過ごすことができます。すげえ、なんか外からなんかおしゃれな。バーベキューできるんだ。バーベキューできる。失礼しまーす。さらっと行っちゃってる。興奮してる。おしゃれ。めちゃくちゃしてる。すごいね。お店の印象とか。あ、これダーツね。これすごい。大体の特徴じゃない。え？ダーツある。ジェニーズキッチン。おすすめの料理がこちらの2品。まずは鶏の手羽元と野菜を柔らかく煮込み、日本人向けに仕上げたグリーンカレー。甘辛い味わいと鶏肉の相性は絶品。そして今回筋肉がリポートするのがこちらの牛丼。実はこの牛丼、1階にある焼肉屋さんで出た A5 ランク肉の切り落としを使用し、特製の醤油ダレで仕上げた至極の一品。果たしてそのお味は。美味しそう。お待たせしました。ありがとうございます。おお、すごい。結構大盛り、うまそう。あったかい。へえ。暖かい。って。いや、あったかいんだから。終わったかいでしょ。はい。しっしりしてる。あ、でも美味しそう。うん。うまっ。うわ、いいな。A5 ランク。そうですね。A5 ランクの。ご飯じゃないでしょ、お肉でしょ。いや、ご飯もう英語ランクだもん。もうちょっと、あの、落ち着いて。なんか注意入ってんじゃん。店長さんにこだわりとかついてる。あ、こだわりとかってあります。そのまま聞いてるじゃん。白い人がいいんだ。ダメなんですよ、あの黒とかスタイルとかじゃ。ここにこういう色入れた方が。いや、大事かもしれない。いいから、あのもっとこだわりを感じて。怒られてんじゃん。自分の話はいいから。自分の話。この味付けとか、なんかこういうところ工夫してますよね。あのね、味付けとかね。で、美味しい、美味しいお肉なんで、それを活かせるように。ああ、なるほど。醤油味。醤油味。醤油味が。醤油味が。感想でしょ。味わってます。いい醤油使ってるとかさ。え、でもすごい美味しいんですよ。本当に。オッケー。じゃあ、あの、もう締めのコメントとか。スキーさん。あ、もう締めるの。あの、焼き牛丼。
めちゃくちゃうまいです。噛んじゃうじゃなくて。あったかい。肉。もう一回行こうか。もう一回行くんだから。もう一回下の方でやってみようか。行くの？うん、このこだわりいる？これいらなかったんじゃない？牛丼。めちゃくちゃ美味しいです、これ。醤油味。こだわりは。あと、英語でご飯。これめちゃくちゃ英語で肉。あ、お肉突っ込まれてる。もう英語ランクでした。お肉とご飯が英語ランクだから、ご飯は英級の。なんで足しちゃってんの？です。もうこれ、本当に食べに、食べに行きましょう、一緒に。あの、食べに行ってくださいって言うと、もう一回行きたい。でも食べた方が早いよ、そんな。どうぞ、お返しします。お返ししますって、なんだよ、これは。どうでしたか？ひどすぎるでしょ、あれは。あれはあれで、でも、俺さ、伝えられたと思うんですよ、醤油味つくなって。どういう醤油味か伝わんないからな。チャンスをね、もう一回あればさ、はい、あ、そう、次もチャレンジしたいんですよ。ここまだ紹介されてないのがある。もう一回行くの？もう一回行ってもいい？もう一回行くの？謝罪の意味も込めて行ってきたみたいな。皆さんも温かく見守ってください。いや、それは本当にお願いします。お願いします。今回の動画はどうだったかな？他にもおすすめ動画があるからチャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。